先週行われたアビスパ福岡対浦和レッズ、両チームともにさらに上位を目指す戦いにふさわしい攻守に素早い展開で、個人的に非常に面白い試合だったなと思っています。今年のアビスパの試合をフルで見るのはこの試合が初めてだったのですが、福岡サポーターには申し訳ありませんが、こんなに面白いサッカーをしているとは思いませんでした。特に個人的に素晴らしいと思ったのが、右サイドハーフにいた今野和也選手。優れたアジリティ、テクニック、パンチ力のあるキック、そして独特のドリブル突破は見ていて楽しいものがありました。さらに試合終了まで走り続けれる運動量も持ち、本当に素晴らしい選手だなと思いました。法政大学出身でインカレでベストミッドフィルダーを獲得するという経歴を持っている今野選手、個人的に左利きであり、プレースキックを蹴ることもあり、さらに風貌も少し似ていることから、元日本代表のファンタジスタ中村俊輔にとても似ているなぁと思いました。キックの精度は少し劣るかもしれませんが、プレーの雰囲気がとても似ていて、スピードや運動量は中村俊輔よりありますし、本当に今後が楽しみな選手ですね。話は変わり、アビスパは守備もグローリーを中心によく守れているなという印象で、組織としてよく整備されていて、このまま上位に行くんじゃないかなと予想しております。皆さんは現在のアビスパ福岡、また今野選手はどう思いますか？よければコメント欄で教えてください。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。